ミサトが日本語を使ったら、プシッとか、逆にこっちが韓国語を使ったら、プシッとか、もうこうやって。テレーン。이게 무슨 찜질방이야? 아! 누가 녹아버릴 것 같은데 이러면? 아 옆으로. 지금 시작. 이거 나이다니 짜티노. 이요? 오늘은 아내랑 아침 산책을 왔거든요. 커피를 먹을 거고. 이거 떨어졌다. 아 진짜. 짱 친구는 자 우리는 커피 먹을 거고 친구는 요거 하나 먹고 짱도 요거 하나 먹고 아침 산책에서 먹는 것이 제일 맛있지? 해보다 그 한국어를 쓰는 거랑 일본어를 쓰는 거에 이제 많이들 관심 갖고 있는 것 같아서 오늘부터는 제가 일본어만 쓰고 나는 한국어만 써서 할 수 있을까? 대화하는 콘텐츠를 좀 찍어보려고 합니다. 할 수 있을까? 앞으로는 이만큼 일본어래. 미사토가 일본어 쓰다라, 푸시가 격근이 고치가 한국어 쓰다라, 푸시가. 와서유 콘텐츠도 기대했다라이나と思います. 예. 뭐 뭐야 때? 아아. 여러분, 僕らの 동화, 日韓夫婦の動画を見て、多分韓国の方がいれば日本の方もいると思いますが、韓国人からとしたら、めっちゃ笑っちゃう。そう、わからない韓国語出てきたら勉強になるし、逆にわからない日本語出てきたら、僕たちも普段話してたらよく出てくるんですよ。これなんて言うのとか、ちゃんと韓国で答えてくださいね。じゃあ말하지않으려고じゃあ歩きながら話しましょうか。걸면서얘기할까？걸면서って何ですか？걸면서걸으면서って言ってました。걸으면서얘기할까？今日はミサトのお友達の結婚式があるので家族みんなで朝散歩を来ました。あ、ごめん。参りましょうか。네、네、아근데오늘쿄진군가캡고이게시인데요많이뛰라고하네오이구오이구어디가어디가야오이신이너이때한국어어이따가나니까한국에오크라나이언시대고스타미사토상네쿄캡군식기니와나니오키때이기마스까話してください。あ、韓国語で話してください。チマ。チマ？チマル一個か。いや、韓国語もスカートって言っていいんだよ。そのチマという言葉が出てこなかったんですよね。今日はお友達の結婚式なので、十分にシーちゃんチンくんのお散歩が必要であるので、ここまで散歩来た。です。じゃあ日本語で話します。ミサトは韓国語で話してください。いけます？いけます？5 4 3 2 1結婚式がここ1。何？ミサト全部送りましたよ。プレゼント忘れてた。危なすぎる。こういう時は日本語でドンクサイと言います。ドンクサイ韓国語で何て言います？모르겠는데덜렁댄다덜렁댄다 덜렁댄사람입니다맞아요 덜렁댄사람입니다외국간거없지지갑챙겼지아오사유터터다요나ついに韓国語が出ちゃいましたね。ミサトが落ち着いてないと韓国語出ちゃいます。落ち着いてください。 A few inches later. 짜잔짜잔아
僕らが大阪で留学の時に会いました。は約2年後に住んでいたので、日本語は結構喋れます。ホテルで働いてたし、結構っていうか、結構や。そう、日本にいた時はほとんど僕が日本語で話してて、日本語で話してましたね。韓国来てから韓国を勉強してたから、いつの間にか韓国語ばっかり喋るようになっちゃって、もう確かに韓国で最後に住んでた。まあ最近 日本語で喋るのが、むしろ珍しいって感じ。確かに。確かにじゃないよ。ハギン。ついに、こっち日本語出てしまったり、僕は韓国が出てしまいますけど、ちょっと面白いかなと思いますね。僕が日本語喋って、佐藤が韓国語ばかり喋ってくれるの。韓国だけじゃなくて。結構、ずっと日本語喋ってるじゃん。さっきから。戻ってきたな。韓国語言ってください。 気にしてください。日本語喋ってるのに。逆にする？日本語入ってるかどういうものまね。日本の話聞くと。日本の話も言ってね。日本の話も。どうしよう。とにかく、また僕が日本語に戻って、韓国語で話してくださいね。とにかく、妻が韓国語を結構勉強してるから、しだから、今はもう結構喋れます。頑張ってって言いました、今。よろしみがんばいす。 そうですよね。僕も韓国語出てしまいますけど、僕が日本語、あなたは韓国語でお願いします。あなたは、もう、あなたは、呼ぼうというのと一緒だ。で、あなたらが入って、これ、なんじゃんって、するんごまん。幼女はんて、あなたらがなのごまん。皆さん、わかります？何ぴょんはんてる、あなたらが。僕も前話、この話聞いたことありますけど、つい忘れちゃうんですよ。 あなたって言っちゃダメなんですね、これは。ダメ。ユンガーニンで。ユンガーイザーヌキ。じゃあ、なんて呼べばいいですか？韓国語の呼ぼという言葉は、日本語でなんて言ったらいいと思う？お前。家内。嫁さん。家内もでもなんかあれだよね、ちょっと。そういうことがないので、取って。 呼べばそれが呼ぼって意味なのかな。違いますね、これ文化の差があります。皆さん、行こう。あ、フューインチズレイト。あ、ヨギ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 、
ざとは韓国語だよ、これから。韓国말로。そう。で、時には韓国語だけ使って話したり、日本語だけ使って話したり、でも基本的には日本語、ね、韓国語、面白いんじゃないかなと。それからさっきの、あなたって、自分の嫁さんを表現する方法、旦那さん、そう、旦那とか夫婦として表現する表現する言葉で、呼ぼう、あなた、で日本語でも女房ってあるんですよ。俺の女房だろ。で、私はそれが女房がそのまま韓国でも呼ぼうって使ってると思ったら、まさか呼ぼう、여기좀보시오の訳語であったと、はい、辞書に書いてありました。こんな風に皆さんにもその日本語や韓国語、僕らにもまだまだわからないことがいっぱいあるんで、それを共有していったらいいと思います。しーちゃん、ジンくん、一緒に登場したいんだって。しーちゃん、ジンくん、あ、今日はここまで。